公平だそんなの。いい加減目覚めなさい。日本という国はそういう特権階級の人たちが楽しく幸せに暮らせるように、あなたたち凡人が安い給料で働き高い税金を払うことで成り立っているんです。そういう特権階級の人たちがあなたたちに何を望んでるか知ってる？今のままずっと愚かでいてくれればいいの。世の中の仕組みや不公平なんかに気づかず、テレビや漫画でもぼーっと見て何も考えず、会社に入ったら上司の言うことをおとなしく聞いて、戦争が始まったら真っ先に危険なところへ行って戦ってくればいい。先生。何？トイレ行っていいっすか？先生の話聞いてたらなんか お先真っ暗って感じでおしっこちびりそうになっちゃって。授業中トイレに行くのは自分はスケジュール管理ができない愚か者だと言ってるのと同じです。え？私の教室では授業中トイレに行くことは一切許しません。休憩時間にちゃんと済ませてらっしゃい。じゃあ俺ここで漏らしちゃいますけど。好きにしなさい。どうせあなたは私に逆らいたいだけでしょ。